ましてー、高木雄介と申しまーす。いやー寒いね、ほんと寒いね。皆さん、いかがお過ごしでしょうか。喋ることは特にないんだけどね。ちょっと動画配信に興味があって、ちょっとね、試しにやってみようかなと。で、まあ機材とかもまあそんな高いものは買えませんから、普段使ってるスマホに小さなミニ、まあ三脚つけて、で実はカメラの後ろにテレビがあって、でそのスマホとそのテレビがクロームキャストでつながってて、で画面キャストして、だから自分がどういう風に映ってるかっていうのはそこで確認できる。まあ大きなモニターだよね、テレビだから。一発目なのに喉がガラガラで、普段こんな声じゃないかな。でもまあ喉がちょっとね、一発目なのにもっとちゃんとした声になってから映せよという、この声で印象付けたら次回からの動画がね、あれ声変わったじゃん。いや、1回目が声が変わってただけで。で、まあ、日本のある某所に住んでいます。で、一人暮らしです。まあ、綺麗な部屋とは、まあ、正直ね、お世辞でも言えないんだけど、そうだな。まあ、こういう人が今頭ボサボサでね、今日休みなんでね、寝起きじゃないんだけど、まあ起きて何もしていない状態だから、これもこれで寝てますっていう、そんな感じ。まあ自己紹介じゃないんだけど、めちゃくちゃインドア派なんですよ。なんか来た？たまにね、外の音がね、ガタンガタンつってね、あれもしかして何郵便物みたいなあるんだけど、大概は外れです。そうだよね、注文してないのにうちなんかに用語ないもんね。アイロンもね、ここにシャツあるでしょ、ここアイロンね、買ったんだけどね、使わなくなっちゃった。まあ一人暮らしってそんなもんなのかな。食事作るのもさ、一人暮らしだからさ、一人でさ食べてさ、いやどんなゲーム、結構ね味凝る時があるんだけどね、なんだけどやっぱ一人で食べてると美味しくないね。だから外食が多いです。居酒屋行って、まあ、結局一人なんだけどね、居酒屋でも一人なんだけど、まあ、店員さんとお話ができるから、まあ、その点全然違うと。家だと本当に誰もいないから、本当もうなんか食事というよりも食料だね、食料というか空腹を満たすだけみたいな。でそんなにね凝ったもの作れないし、凝ったもの作れないんだけども、まあ凝るとき、まあ私なりに来る時がある。そんな感じ。まあ自己紹介と言っときながら、あまりプライベートなことは言えないからね。顔出してるから特定はされるんだろうけど、だからって自分から情報をどんどん提供してね、特定されるみたいなことはしたくないし、で私もね、もう生まれてこの方何十年、これもね年齢もあまり言わない方がいいのかもしれないんだけど、だから言わないんだけど、やっぱりその人に迷惑をかけた時も
ありますからね、大小様々ね。まあ警察にはお世話になったことはない、ないね。交通違反ぐらいかな。それ以外はまあなんとか人にまあ時には迷惑かけてしまいましたがね。こうやって生きてまーすと。まあ、どんな動画を作っていこうかなって思うんだけど、考えてるんだけどね。例えばね、ゲーム、スマホでちょっと暇つぶしやるぐらいかな。で、なんか商品買ったりっていうのも、そんなにお金ないしね。ボンボン買って紹介するみたいなこともできないし。でも、最近凝ったものがあったんでね。まあ、それを一通り、なんか、まあ、自分なりに、こんな風に使ってますよっていう一例を挙げて、で、それが誰かの目に留まって、で、ああ、参考になったってなってくれればね。まあ、嬉しいかな。まあ、これはもう、私としてはもう、動画配信に興味があって、ちょっとそれを趣味にしてみようかなと。まあ、自分なりに、まあ、そのためにお金はかけたからね。このカメラだって、まあ、スマホで撮ってるっていうけど、そのスマホもね、決して安いものじゃないからね。動画上は何分になってるか分かんないけど、もう10分過ぎてます。はじめね、その動画を上げるときにね、名前ぐらいはなんか、捨てた方がいいのかなってね。顔見たらバレへんだけどね。ああ、もしかしてあいつかみたいな。いろんな名前考えて、その例えばゲームに使ってる名前だとかね。また全然違う名前にしようかなとかね、思ったんだけど。まあ、本名を名乗った方がいいのかな、普通にな。あれ、本体の温度が上昇しています。温度が上昇し続けるとカメラ自動で終了します。あ、そう、ダメなんだ。 まあ、いつ止まるか分かんないけど、まあそれまでちょっとブチッて切れるかもしれないけどね、その後ね。でもあれだな、熱問題解決したんじゃないの？だって11分でさ、なんか警告、お知らせって書いてあるけど警告だよねこれね。そっかそっか。いや、で、まあ一人暮らしなんでね、掃除もまあ休みの日に週1回やるね。洗濯物も週1回やる、まあ、休みの日ね。そう、そんなことやってたら外出れないね。もう火事だけで終わっちゃうみたいな。で、平日はもう仕事が帰ったまま、うーみたいな。それからもう飲みに行って酔っ払って帰ってきて、うーみたいな。あ、お風呂入るけどね。お風呂入るけども、基本はもう家事はやらないみたいな。食事もね、やっぱりね、まあ一応簡単なものは作れるんだけどね、めんどくさい、めんどくさい。で、なんだ
だけど、やっぱりその朝ごはんどうしようかってなった時にね、まあ、コンビニとかスーパーでね、その朝食に、まあ、買っといて、買いだめしといて、それを消費するみたいなのあるんだけど、たまに圧力鍋でご飯を炊いてます。炊飯器持ってないんで、もったいないなと思って。いや、炊飯器もね、欲しい時があったんだけどね。なんだっけ、YouTube でね、商品紹介の動画とかね、見てるとね、もう本当かよ、本当になんかすごい美味しそうだなみたいなね、あるんだけどね。それでね、ちょっと職種がちょっと価格 .com とか調べてね、あ、今いくらなんだろう、まあ、高いなね。で、いろいろそのご飯の美味しい炊き方とかってそこまでね、なんか調べたらね、いや、鍋でいいよって 圧力鍋で炊いた方がいいよと、火力がね、やっぱり火使う分ね、なんか違うらしいから、あ、じゃあ圧力鍋も持ってるし、一人暮らし用というか小さいやつね、でそれで炊いて、で、まあ、うちの圧力鍋なんかね、まあ、使い方が悪いんだろうけどね、3回に1回はピン閉まんないんだよね。米入れるでしょ、水入れるでしょ、で圧力鍋の蓋してさ、で火ガーって強火でガーってやるんだけどさ、圧力かからないのかな、ピンが閉まって初めて、中がだんだん圧力が増すみたいな、なんだけど、いや、閉まんないとさ、ピン閉まないと始まんないから、でも閉まんないまま出来上がっちゃう。でもまあ、閉まってても閉まってなくても、まああんまり美味しさには変わんないんだよね。それよりも鍋の底にある米は焦げて、鍋の上の方にあるそのお米がね、ちょっとおかゆみたいになってるみたいな 均等じゃないんだみたいなね 焦げ焦げ、下は焦げ焦げ、上はね、みずみずしいというか、まあそんな感じの食料を作ってます。